思ってる髪が <laughs> よいしょ。両足しかありがとうございます。 ーティ公園です目が開いてますね。いやそれな ごめんねなんか全然目が開かないもう一人のルアちゃんおはよう <laughs> いやーインベルですかね何時に起きたんだか7時半に起きました会うの楽しみなんだ私も楽しみだよ本当に あの赤尾のペンライトがたくさんいますようにって願ってます。っ昨日のルアしどこ？今日は何人くらい釣る予定？ベルちゃん全員釣ります。あ、今日は足釣ってないから大丈夫だよ。急遽米のランダウ写真買い新潟に。 ありがとうございます僕の誕生日ですこれ、ね、会えますねそうだねちょっと待ってねよし私のペンライト振ってくれるかなじゃあ誕生日愛誕生日いきます せーのアビバースデイユーハビバースデイユーハビバースディアゥーちゃんさんアビバースデイユーあれ <laughs> おめでとうございますあいつは最後のイントネーションどうした <laughs> おめでとうございますおはようございます公園前にジュキングしてくるおいいねいってらっしゃい足じゃなくてパンパンをつってないそうですね,ねパンっていう言いかけたちょっとこ,こにパンがあってさちょっと言いかけました <laughs> かわいい <laughs> ねえかわいいよね私好きなのこのこほのぼのしててこの間500円ガチャ生ちゃん当たりますえ私のですかありがとうございます嬉しい大切にしてくださいねいいなゃんちなげたからいけたらいきますありがとうございます当たるといいな おめでとうってありがとうございますあ、おめでとう待 <laughs> <laughs> って、おめでとうってびっくりしたそういうことね、その誕生日の方がね、おめでとう皆さん優しいえこれがワールドミーの団結力だと思います、私は本当にありがとうございます 今日の会もね、楽しんでいこうね。ありがとうございます。歌ってもらえるのいいな、終わりの時は一月もお願いします。オッケーです、一月ね、覚えた。<laughs> ぜひさ、あ誕生日の方言ってくださいね。歌おうと思いますので。寝れていて。<laughs> そうですねクマそうそうそう多分クマだと思うすごい可愛いよねなんかさこれ見てるだけでちょっとなんか癒し癒されるよね私もそう思う似てる全然似てないってか私ほぼ目閉じてるだけだし <laughs> 似てるも何も <laughs> おこれなんだあ,とシューマイありがとうございますあ、似てるね これに似てる <laughs>。可愛いのに食べれるうん、多分なんか多分このパンいただいたんですよね。じゃあ、ラジオもおめでてありがとうございます。めっちゃパーティー行きたいのに予定が空きません。本当に合いませんか待って、なんかすごいなんかボンバーみたいな髪の毛になってる。耳くらい出しますか。あ、耳出してよくなった。そっかそっか。 でも全然あれだよそ,そちら優先していいからね行けるときにおいでよいょちょっとよろしくお願いしますありがとうございます今日何で投げなかったのか またあ,れは、ね、あの余韻に浸った次の日のさ今日なんでおしゃべり会に行かなかったのか同じやないかい <laughs> すごいありがとうございますワールドミンじゃない「帝軍団はつらいだ」え私毎日誕生日ですえ毎日歌うのありがとうございます。<laughs> <laughs> フィルルパターンじゃないの初めてだね。今日は一発勝負頑張ればありがとうございます一発勝負なんで頑張ります。朝から家の前まで、ね、落ち葉あ,あの敷き集めてきむふき集めてきました。いっぱいやっえいいなえなんか私もさこういうなんだろうね外の掃除が好きでよくやってるやりたいなっても、まあ、やってないですすみません盛りましたやりたいなって思ってるんですけど。 うん、なんか、ね、あと学校の掃除とかも大好き。だが、しかし、家の掃除だけはちょっと無理です。<や>これはだけは本当に譲れない。家の掃除だけは無理。<laughs> 学校の掃除とか。うん、なんか、ね、できる。何でした今日の声も全力で楽しんでね、ありがとうございます。ありがとう。とうぜひ、皆さん、D. M.、MM、M. で見てくださいね。 もしあの予定が、予定が空いけるけど、いけない、いけ行かないなーって方もね、ね DMM で見てくださると嬉しいです。大と、分もね、見れるので、見てくださーい。いいね、ロアチェックしてるよ。あ、ロックロックロック,ロックしてるロックオンって感じですかね。私、もう少しで誕生日なんで、ベルちゃんの誕生日のの日後だよね <laughs>。もう少しで誕生日、え じゃあもう少しだと私結構あとちょっとって感じですかもう少し <laughs> そうだよねあのなんか誕生日の月同じだなーって感じであのもっと前から思ってました、えー、月一緒なの嬉しいねしかも近いしってことは 7+9 はえっと 16? 俺も行か1月でちなみに安藤安藤千佳の先輩と同じ日生まれですあっほんとですかもしその日に来てくださったらお祝いしますね週末に昼夜行ってるのにもう劇場行きたい <laughs> あ吐き集めですかね色圧色圧めも違いますねルアシ漢字 Y 説小えあこれは小えって言いますねあの 前は昨日なんかはね、ちょっと。圧かけて大声って書いた、大声って読んだんですけど、ちょっとこれはちょっと自分的にマイナスなので。小声でいきます。漢字弱いです。<laughs> おしゃべり会ってシーを買ってから、どうするの。なんかね、CD を買って。c d デ一枚買うと、あ、う、の、ん、おしゃべり券が十、十、なんだろうね、十何秒。 当たるんですけどそそそそうそうそうそれはね日にちも合わせることができてでもなんかいろいろちょっと,何,と何回かちょっとの手続きをしないとダメっぽい手続きってごめん手続きの意味がちょっと私と皆さんと,ちょっと違ったら申し訳ないんですけどそのんだろう、ね、申し込申し込んだやった!」までが長いですね。いします <laughs> ありがとうございます 最近の声はライブ感半端ないね。いやー、それがいいじゃないですねあ。いいじゃないですか。<laughs> 今日ね、NGT48 メンバーが夢に出てきて、本当に私出てきたんちらってあありがとうございます。昨日のね、話題もの気づいてくれてありがとうございます。あれ、なんかついてる。 昨日のロアちゃんめちゃくちゃ可愛いかったえー、ありがとうございます今のルアーも可愛いですかちょっとゲリップだけつけときます今日の公演6時4時からだよねいつもより早いから注意してな <laughs> そうですねいや50笑っと思って行ったらえっ 始まってるんだけど、みたいなにならないようにちょっとお気をつけください。信濃川の水汲み作業です。結構水汲み係多いですね。協力して頑張ってください。よろしく。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。今日は寝起き感全然ないねえ。多分ね。あのその日の顔だと思う。顔の顔のコンディションによって変わりますね。 今日は洋服はサイリウムカラーだねそうなのうん、ね、あれ赤どこい、赤どうしようわからないけどサイリウムカラーでー昨日のカチューシャがありますここに完全にこれは赤色になりますねキャーかわい,いかここで線入れれのやろ ここから隙間が見える、こ <laughs> の<か>はい、ありがとうございます確かにお支払いとか登録もあるからねそうですね、元からさ、なんか登録していないという方はまず新規登録から始めてだってログインができないからさ新規登録から始めないといけないいつ見ても可愛い、癒されるありがとうございます嬉しい <laughs> ぜひワンローマークつけてくれると嬉しいな名前におはやっておはやー3期生のセクシー担当期待しました <laughs> いやー私がセクシー担当になったらどんだけ私何んんじゃ3期生セクシー担当いるんってなっちゃいますもんねでもなんかねキキスダメもキスダダメメもも あとあのスカートひらりも全部踊れるので出てみたいですね、うん、おお茶とおかしい <laughs> おフォローありがとうございますルアシシカありがとうございますおあええあなんかすごいどあなんかワールドマークがすごいね私のワールドマークの外になんか雪だるまと蝶々がついてる今日誕生日なんです本当に

ちなみに私の誕生日は5月7日は月ですちょっと覚えてくださると嬉しいです <laughs>。しっかり自分の誕生日を宣伝するんですけどちょっと皆さんもね結構自なんか誕生日を教えてほしいです。お祝いしたい。もね、誕生日のさ眼鏡とかないんだけどさ今度買うね。よ誕生日の必要に。使い回しになっちゃうけどさ。 素敵な一年にしてね。早く会いたい美容。えー、嬉しい今日のルアーはって何になるに決まってるかな朝配信のルアーちゃんが一番好き。えほんとに結構落ち着いてるからかな。朝配信はほんとにね。なんか自分のペースでって感じ。<laughs> ルア配信は大盛り上がりって感じですね。なんかなんか、かおしいな 目が開いてきそうだね目が開いてきてカチュシャだったんだそうですわしの宅急便みたいやないか <laughs> ごめんね私映画とかそ,その作品を見たことがなくてこれからも今のライブをお願いしますスタッフさへのね <laughs> そうですね今の今の時間がたくさん続いたらいいのにって感じですねなんかここにある いや一カニカチューシャに目立ちつまりあれじゃあれやないかポーじゃないですかそれはなんか朝紙ボンバーだなお毎日配信あれ,あれどっか行ってた毎日配信74日目 ?70 って言う、ね、74日目です おめでとうございます <laughs> カチューシャつけるとジブリのキキキ,キちゃんだねそうだね確かにカチューシャがかわいいですねガッつけないでももにしてみんな意地悪だな私毎回これで悲しんでるのにみんなやってくるな <laughs> アルバムを買ったのですがチケットがキスなかったえっ待ってごめんどうなんだろうアルバムってあれかなし,あのしそうでしないキスのアルバムですかね ごめん待って、私、あの、オンラインおしゃべり会を、ファン、あの、なんだろう、NGT の,のファンだった時に、あの、やったことがないし、ごめんなさい、自分でも買ったことがなくて、やり方がわからないんです。みんな説明ができなくて、本当に申し訳ない。どうなんだろう、それは。カニ、んちょっと待って待って待って、ごめん。おはようございます、今日はパーティーです。 雨降りそうなんで車で行こうか電車で行こうか迷ってます確かに雨降りそうだけどねま私が話しちゃうぞ <laughs> マジの滝海ですので <laughs> ちょっとこれで悪い方向に行ったらごめんね <laughs> おはようございます。おはようございますでにセクシーたあといるの3期生に。え、わからない、どうだろうね。でもなんか、すごい、なんだろうね、その、なんだギャップギャップがある子はいますね。すごいなんか、萌えちゃんが見せ,見せ方うま,くいまいけど、すごいなんか、普段はね、あの、なんだろうね。あ高校2年生って感じなんだよね。ごめんなさい、年下がいるのあんまりなんですが。 高校2年生って感じでなんか笑顔にもういって感じなので <laughs> だからそこもギャップでありますしうんすごい,いいと思います私は今日はシスタムエラーしてないのかな多分大丈夫だと思ういつでも坂平カいけるよううん多分みんなもいけるはず他のみんな 一回やれば犬たちだね。その前に全員揃ったぞうだけど、うん、そうだね。いつか私もしてみたいです。ちょっとそういうダンス系をお祝いしてもらえると嬉しいものですよね。え本当に嬉しいよ。こっちも嬉しいよ。あれなんなんだこれ。どっから来た？あよかった。毎日毎日七十四日目ありがとうございます。 もうう新潟にに向かか途中でですす本当に誰推しなんですかよくさお見送りの時さ「誰をそうか迷ってます」ってさこのなんだろうあのスケッチブックを持ってくださる方がいてさ「私!」って言いながら言ってますね「ありがとう私!」みたいな <laughs>。誕生日はメンバーからのお祝いメールが楽しみなんだよね。本当に嬉しい しっかり愛情を込めて書いてますね。自分も来た瞬間カニに見えたけど言わなかったのに、ね、<laughs> 優しい優しいけど思ってたんだ。カニじゃないですよ。今日は曲を終わりの決め顔なんかも注目してます。ありがとうございます。席席になるといいね。うん。 よにしこ園の木本優菜ちゃんの遊び心に感動えなんかしてたんですか優菜ちゃんロアスの写真集出ないかよほど遠いかもしれない写真集はどうだろうねでもちょっと出してみたいという夢がありますはやてはやカチューシャが可愛いですもうもうだってすごいすごい遅れてもが来たけど <laughs> 名前がポキモト優菜になってたよねあそうなんですか えー、もうなんか最初のあだ名と違いますねなぜか新潟メンバーは雨女が多い説が流れてますねえ私全然そんな関係ないんですよなんかそんなの関係ねえぜ <laughs> あの本当にうん全然そういうの気にしてなくてなんか 気にしてないというより、私が出れば、雨の時もあるし、晴れの時もあるし。でも急遽雨になる時とか、急遽晴れになる時もあるので。私は多分何、何の女でもないです。みんなの女。<laughs> セクシーおるやん、過去春ち、<laughs> 絶対できそう。こって、セクシーおるやん、こ,こ。私 <laughs> とか言って。アルベソイスケイツまでまで、あのイソベルは反対か読まないでください。ちょっこ、こ、こ、ここから読んでください。 イスベルアでお願いします。5時間かけて車で公園向かってます。本当にど,どっからお越しなんだろう。すごい遠いですね。ありがとうございます。お hkt や講しなんですね。もうん、hkt さんといえば、私の中では藤野ココハちゃんですね。藤のココハちゃん大好き。 オンンデマンドを見てたんだけど声出しできなくて確かにそうでもこうこれ自宅だったら声出しできるんじゃないかなロアスの全部のユニット見てみたいえう、ー、しい次1個焼く時き青トレーナーに赤か注射しようか <laughs> 嬉しい赤か注射売ってるといいねそれなんかどっかにフォローありがとうございますそんなスケブの文章あるのに、ね、そうそうそう誰をしにしようか迷ってますっていうことがあります おはようございますそんなスケブ DD が書いてるに決まってるえそうなのかな分からないごめんなんかそんなお見送りをまず経験したことがなくてまだお見送り何回したんだろうえっと4回しかしてないからうんねどうなんだろうとそうやって全員から反応してもらうスケブ そういうことか写真集申し込むいやいや写真集ないですすみません今日はバンダイシーのバンニャイの誕生祭ですあそうなんですねすごい詳しい写真集の手渡しイベントどこいやなんかどこにもないですすみません頭につけてるリボン可愛いですねありがとうございますそのルアーも可愛いですかおじさんの時からベルちゃんフォローしてたお本当にさすがだねありがとうなんか 本当にオーディションの時は私の話題とか一切なくて、あ、それで私が、あ、イサベルアですって出てきた時本当になん,かなんだろうね、え、誰みたいな <laughs>。え、どなたみたいな思う方が本当にいっぱいいて、あ、やっぱり私注目されてなかったなとか、よく思ってたんですけど <laughs>、すごく嬉しい、フォローしてたわ嬉しいです。ありがとうございます。イサベルアちゃん、おはようございます。おはようございます。 写真集タイトルはテイかな <laughs> すごいねそれこちら食べていきたいと思いますちょっとねアルベゾイすごい気に入ってる人がいるんですけどまあそれもいいですねありがとうございます八百十八人おめありがとうございますにゅきにゅきすごい可愛い写真集は変顔中心ですかごめんそのあと待ってなんかは写真集作る前提みたいな話してるけど。 あの出ると決まってませんからね <laughs> いつか出してみたいなっていう棒あなんかほくろみたいにつきましたああダメだこりゃあ,あ実物のかわいいのどこ行ったほくろついちゃった <laughs> 地元のグループで結成当初から NGT48 を応援してません本当ですか地元なんだねありがとうございます新潟かな 変顔、写真集の半分は変顔でしょうかわ <laughs> からないなとこれこれ何だろうねなんかすごいいただきますごめん耳食べちゃったでもグッズはるちゃんとなっちゃったすもちゃんしか買ってないつまりそれそれは大丈夫かな <laughs> もう。推しが変わったということ、あ、もともと推してないかもしれないけど。推しが変わったということですか。ルアスの声聞いてる、ありがとうございます。オッケー。もう三期生まで加入したんだね。そうです、そうです。あの。今年の六月にね。 加入しましたうん甘っなんかひいとこ超甘い <laughs> ありがとうございます今日こそメール返信するえ、めっちゃ待ってるありがとうあとたくさんありがとう

ってことは最初からチャッチをちょっと気になってくださってたんですねありがとうございます写真集撮影は絶対ハワイだよねっ <laughs> てめっちゃ私がハワイ好きみたいなってでも私もねハワイ行ってみたいですよでもなんか傾いてるなパンと同じ変顔してくださいえ じかわいすぎて、かわいすぎて倒れた私ありがとうございます <laughs> 写真集はテイテで買えますかわかりません <laughs> パンダのメイク落ちまくりやんそうだよ、ね、ごめんねなんか私の扱いが悪かったみたい <laughs> 私これ一生ノーマルノーマルのパンだと思ったら急になんかクリーム出てきましたすごいね黒田さん NGT14 のてこれしたいとかありますかあるいは作りたいですか本当は本当に言うとラーメン部に入りたかったですけどですけどそばも気になってるのでそば部です 写真集マイページ袋閉じなんですちょっと待ってな,な,なんかすごいみんな写真集について触れてるけど写真集ないです <laughs> うんルちゃんのあに自作するかえありがとう無理やりなんか言わせちゃった感あるけどありがとうスすもちゃん TikTok 見たよ」 ウィンクにやられたわかるかわいいよねみなさんもすもちゃんのね個人のテックトック見てない方はまだまだうんぜひ見てくださいおうはるかちゃんの配信が始まった今日私9時までやる予定です自称ベルちゃん推しですありがとうございます3推しイソベルはって書いてあったもんねありがとうございます 1押しが、えー、マリナさんと花江ちゃんとユーナちゃん2押しがナツキちゃん3押しがルアありがとうございますなんか暗記してた<笑><笑>ありがとうございます最近はメールの返信読めてるのめっちゃ読めてる大丈夫だよありがとうねなんかだから一気に返信してきてくれたっていうのも分かりますあああのこの時間に返信してくれたんだなとかわかる もうメイク崩れてますねちょっと待ってどうしよう <laughs> 美味しいパンめっちゃ美味しいごめんね顔がこんな乱れてて ベルちゃんのおしぐつ作ったけど、お披露目の機会がない初日の時持ってくなせた <laughs>。本当に。じゃ、次いつでも待ってるよ。公園、来れた時に。ぜひ持ってきてくださいと嬉しいな。自分の顔食べて大丈夫、ベルちゃん <laughs>。大丈夫、自分の顔ではないです。でも、朝の自分っぽいなとは思います。 1000人の視聴者さんありがとうございます。クリームパン多分クリームパンですね。アバター着替えてるわちゃん。おっかわいいなんかこれっぽいね。これがさ、ちょっと目がまん丸になったらさ、その顔になりそうですね。スクショいただきました。えなんか私スクショポーズしたっけありがとうございます。 からそばしか食べませんおおありがとうございますおはよう切れてよかった本当に私のためにわざわざ早起きしてくれたのねありがとう嬉しいおはようごめんねなんかいつの間にかちょっとこれがつけたくなってこれをつけてます違法写真集ない <laughs> すみませんねちょっとみんなが写真集写真集って盛り上がって 期待した方もいると思いますいません本当に作ってないんですそのパンどこで買えるのえ私も知りたいんだよねどっかからもいただき物なんですよでも買ってないシューなんて持ちのフォルダから画像提供しまう変顔しかありませんが <laughs> ちょっと待って可愛い顔感ちょっとは残して <laughs> ちょっとは残して ってどうなんのいや私はでもねそこにのめり込めたのも嬉しいです変な時間に返信してごめんいや全然全然,全然大丈夫よよく1時とかだよね忙しいんだもんね全然大丈夫だよ いやツイッターし見られてしかも覚えられてるなんかなんか暗記しちゃったごめんねうんうあみうめさんのツイッターツイート昨日見ましたムわめの件9時までならここで帝軍団の挨拶してくるな <laughs> 本当ですか。そばもの新潟編ユーチューブで見ました。美味しそうでしたね。想像美味しそうなんですよね、うん。ルアちゃんはルイリョから来てるんですか。はい。ル,ルイリョと紅色イね。 赤と青なんですこのサイリウムカラーも普段メールあまり使わないかもう応援の返信の仕方合ってるか不,不安ねっ合ってるよありがとうね本当に嬉しいだけどねあのみんな分からないかごめんあの分かってるか分からないんだけどごめんねそれか分からないんだけど あの写真は送れませんので私にメールのね時にそこはご了承くださいませシッシーのペットお誕生日メガネ持ったそうそうそう私も直で見たことがある今日も劇場行きますありがとうございますはるかちゃんのファンだよねあっほんとだはるかちゃんのファンだありがとうございますお待ちしてますお見送りの時頑張ってはるちゃん隣行ってるんですよ でるちの隣りがいいんだよねお見送りなんか分かんないけど多分なんか私の隣りで私が「てイありがとう!」って普通のあのファンの方がねこうやって通り過ぎていくと「ああてありがとうございます!」とか言って通り過ぎていくとはるかちゃんもその方に「てイってやってくださるんですよありまって。 やるんですよごいなんか短期生でも距離あるみたいな感じで言い方になっちゃったんですけどでも、うん、テいってやってくれてそれするとファンの方超喜んでくれるんですねなんかその顔をそのなんだろう喜ぶ姿を見たくてなんかうんねはるかちゃんの隣がいいなって思ってます <laughs> そうってみんな嬉しいでしょ正直。 ラスのもう推しの定義とは何でしょうその定義推しは何々であるってこと <laughs> 推しはかけがえのない存在であるってうう感じかな <laughs> なんかうん推しはやっぱりんだろうね目の保護だったりなんだろうなんだろうそのに逃げ道逃げ道でもある うまくいかない時おしを見て何だろうね気分転換するっていう感じの意味の逃げ道い,いと思います文章はかけがえのない存在ですパンの変顔の時スクショ多いかも <laughs> マジああねそういうことねこれかありがとうございます えって早いあと30人今月にフォロワーさん9,000人いきたいねそうですね行けるように頑張りますうんバズじゃないよ <laughs> サイリウム実は赤と青の単色あるけど最近使ってないえっ、ー、そ,そんな悪いのすごいさすごいなんか W がたくさんあるんですけどぜひあ赤と青青と赤単色よろしくお願いします <laughs> 来てくれると嬉しいの。 のの大変が変がと半目なのは内緒え待ってて待ってえそんなにスクシュタイムの時目閉じて目開けてってまばたきしてるかな半目ってそういうことだよね。私のわのまばたきが原因ですよね。今日は夜勤で公園 DMM 見れないけど朝ベルちゃんの配信見れてよかった。え私も嬉しいうん夜勤多いね。すごい。頑張ってるね。ありがとうございます。 ねじゃあ見送りで挨拶しますねあう嬉しいぜひお越しくださいお越しくださいって絶対通るんですけどね <laughs> どのオタクが誰を推してるかも把握してるのはすごいうんでも大体みんなね結構あのいいんだろうね身につけてくれる私の応援グッズを。 はるちゃんカエルポーズかなカエルポーズってこれですよね。じゃあ私もやろうかな。イー,イーイって <laughs> 声付きのカエル <laughs>。どうしたみたいな。え、ベルちゃんどうしたみたいな。ワンちゃんカエルに思われなくて、えこの子変,か変な子かもって思われる可能性あるから、ね。だっ <laughs>、ま、たらただ,ただブザービートとかやっとけばいいよね。<laughs> 面に絵文字って送れるけん文字化けしそうだから顔文字にしてるんだけど。え、送れますよ、大丈夫です。 私、ね、iPhone だからの文字化けとかないと思う大丈夫安心して安心していおいも二人は並んでいてほしいって思ってるよほんとにそうなんかねあんまりチャチュンのことを知られてなくて結構もつ鍋というコンビはね知られてるんですけどなんかチャチュンが全然なんか知られてないので皆さんにちょっとそれをねご利用ししていきたいなというふうに思ってますねチャチュンでみんな覚えてほしい。 今日はこうやったっていったけどいけなくて落ち込んだ本当に当たってたんだなんか用事があるのかな頑張ってね用事手の連鎖に関する待って連鎖って手 <laughs> ポーズはどういうポーズえっとねこれを手を広げてこうやってこうやります手い パーティーの声頑張ってね、さんって。パーティーって私言ってないんですかねちょっと誤解されて悪いよ。ちょっと大丈夫かな <laughs> 頑張ります。ありがとうございます。天狗なの名付け親ですがね。そうですね。皆さん。皆さん本当にありがとう。推しの温度は <laughs> ありがとうございます。推しです。<laughs> うんうん。正直、晴れちゃー嬉しいそうだよね。そうそう。本当になんだろう。なんか、神だと思ってます。私の、 私のね、声、声、私がテイって言うと、私も、あの、はるちゃんもテイって言ってくれて、私の声も見,見ながらも、あ、違う、聞きながらも、あの、ファンの方に、ありがとうございます、ありがとう、テイ、あ、テイって、はるちゃんにしてくれるので、優しいですね。推しの定義、ああ、確かに。またテイ使ったな、みな、なんか、テイみんな好きだね。ありがとう。一緒に言ってます。<laughs> 僕にとって、 おしは太陽え、嬉しい太陽嬉しいな、うん、今日もお見送りでテイズルね五回目なのえ、ってことはもう会見しってことですか今のところいいぞいいよいいよみんなこの前上の時の時 お見送りの時でなぜかかちゃんから手をいたただきまし <laughs> やっぱり身につけてるからでルアーグッズを生手に見れたら泣きますぜひあれねあのしてくださったら全然するのであの他の他の方のファンでちょっとやりづらいって方も全然私は気にしないですよなんかね テイって覚えてくれてたら超嬉しいからそうそう結構私のファンの方はテイを知ってるんですけど他のメンバーのメンバーすら多分テイを知らない人もいるからそうそうそうやってくれるだけで超嬉しい <laughs> ふむふむとなると僕はきっとルアシのことをしてるんだねそうですね改めて分かりましたかありがとうございますルアシのスクシュタイムは完璧な映画撮れますよ本当にじゃあ 半目は何だろうみんなのタイミング可愛 <laughs> いく発見ありがとうございますありがとうございますルアシのいい顔は普段のタイミングに沈んでるんだえっそうなんだえでもなんかみんなよく選曲選曲してる時のさのこの顔がさあのスクショしてくれるよねありがとうスクショタイム録画して可愛いとこだけ切り抜いてるかっこ全部可愛いけどありがとう嬉しい 嬉しいなだってかわいいところといっても一部は一部の人は変顔も <laughs> 変顔もあげてる人もいるからうれしい身につけた方がいいいいがうんにつけた方がいいのグッズうん身につけてほしい <laughs> だっていつも手ぶら手ぶらなんでしょう。<laughs> <laughs> でもそれはそれですごい嬉しいけどね身につけてほしいなお見送りの時自分の番が来るまでは座ってメンバーの挨拶あい挨拶の感じを観察してますそうだよねありがとうございましたって時のさなんか皆さんの観客のさ感じがどうあのん観,客観客の皆さんのあの表情をちょっと私あんまり見れてなくて本当に前を通る人のことを一生懸命見てるのでちょっと。 ねまだ座ってる方の表情が見えないですけどどういう感じで見てるんだろうなと思ってどういう気持ちで <laughs> 見てるんだろうなと思ってそうそうちょっとそれが知りたいめっちゃお芝居眺めてる感じですかパーティーみんな気に入ってるやんパーティー <laughs> 昨日いい夫婦の日なのになつきちゃんと浮気配信されてたの悲しかったね確かに。 そうじゃんいいツインテールの日でもありいい夫婦の日でもあるな確かにねちょっとはるちゃんにちょっと聞いてきますどういうこと <laughs> はるちゃんからテイをもらってはる,はるか沼にはまるんですねえー、みんなハマっちゃうのルアスの定食のデザはトカチですか <laughs> ちょっとねみんな上手いなて定食はですね トカチです。お見送りのベルちゃんのバンクルの緊張し、その前後にいたメンバーのこと全然覚えてない。<laughs> かわいい。かわいい。ありがとうございます。嬉しい。な <laughs> んか緊張する、緊張するのかな。私もおしに会う時とか緊張する気がする。 だって本当に最初私も美羽さん藤崎美羽さんが私推しなんですけど藤崎美羽さんとマジで目が合わせられなくて本当に可愛くてう実物の方がめっちゃ可愛いやと思ってさそうそうそうだからもう本当にねあのなんだろう画面越しと実物全然違うんですよ。 だからね、皆さんもぜひ劇場に会いに来てください私はちょっと実物と違うかちょっと,ょっとそれは聞,聞かないでおきます <laughs> 逆にさ実物より悪い可能性もあるからさちょっと聞かないでおおはよう仕事行ってきますいってらっしゃい頑張ってねファイティング選曲中のレスカ見え嬉しい <laughs> すんごい近いでだってなんかすごいだってちっちゃいちっちゃいんですよ文字がだからこうやって見てる。 メロンパンパ食べてるか国宝級にかわいい国宝だって嬉しい大切にしてね <laughs> あれでも写,あれ写真撮ってないか <laughs> ロアスのいいベストショットいつもな激戦激戦してます厳しいに選曲の選ってどうかくな,なんだろうね激戦してます本当にその中から変顔が選ばれたってことか嬉しいよ 手ぶら手ぶらを手ぶらって言って初めて来たわ初めて聞いたかわいいベルちゃんも拡散したいとねそうだね私もね,もね自分で拡散ができないのでちょっと申し訳ない皆さんはななんかすごくお願いするような言い方になってしまうんですけどこれからも私をたくさん拡散してくださると嬉しいですいつか SNS とかでバズってみたいな。 羨まましいい気持ちををお見見送りを見ていますすあ本当ですかそっかじゃあ自分も自分もだなーって感じを見てるのかな <laughs> お見送りの列の流れるスピードがゆっくりであることを祈ってます <laughs> 確かにそうだねた早い時は早いもんね <laughs> お見送り声出し可能な時は何を喋ろうか考えてましたおーそっか 声出しの時って結構すご,すごかったんですかね声がちょっとザワザワしてたのかなそれもちょっと体験してみたかた旦那に公開説教を楽しみにしてますそ <laughs> う <laughs> <laughs> だね今度はるちゃんとインスタライブですライブをしたいと思います。 ほちゃん可愛すぎ笑った三 <laughs> 期生から見え三、ま、期生しか見えません <laughs> だってさっきからわらわらの癖強いねありがとうございますぜひルアシしか見えませんってなれるように頑張りますねなぜかお見送りのルアシは緊張しないえっ、ー、マジんでだろう配信のルアに慣れてるからみゆちゃんとたくさん絡んでえわいくな写真をたくさん撮ってくださいよって <laughs> ありがとうございます。今度、みゆさんのにお写真誘ってみます。頑張りますお見送りの時のメンバーの並びに固定で決まってるの全く決まってないです。なんか,か、ね、準備が早くできた順とか。<laughs> ごりポぽんし、そうなんですよ。みんな歩くの早いですね。ねもったいない。<laughs> ここで会話ね。ここで会話いい,でい,いと思います。確かにね。 みんなな歩くのいいかもしれない近いのほんと助かります <laughs> すごいさなんかあれだね口癖みたいだね何だろうくしゃみ助かりますとかさ <laughs>「ありがとうございます」なんて助かりますっていうのがすごくあれだね何だろうなんかすぐ「あ何々さんだ」ってわかる「厳選厳選って言うんだ「ありがとう」 なんて言った激戦って言った <laughs> あと沈んでるんじゃなくて潜んでるんですあそうなんですね大丈夫かな私の感じ力お見送りゆっくりのペースは自分で作ればいいそうだねちょっとなんかでもどうなんだろうなんかねどのタイミングで「ありがとうございます」って言えばいいのかわかんないんだよねなんかね自分の前に来た時にはもうすでに違うものを見てるんですよね皆さん な斜めに斜めで顔見てるからもうなんかこういう感じでねそうそうそうかどうなんだろうありがとうございましたうんまような漢字の修正うるさいと思うだろうけど受験対策でもあるから我慢しえ私漢字の修正ありがたいんですよごめんあの普段から漢字なんだろうと思って生きてるので <laughs> 教えてくださると嬉しいです受験対策助かります <laughs> 今日はしゅんん祝日出勤なんで公園に行けないのでよろしくあオッケーですあの時来てくれてありがとうねいやまさかねめっちゃ近くになると思わなかったよめっちゃミユさんとルアの写真がねあって嬉しかったやっぱり私はあのでっかい写真がいいですね好きだよあとなんだっけゆなこさんの青青ペンライトと <laughs> カイリーさんの赤赤ペンライトを混ぜた赤青赤青のペンライトも好きです <laughs> 2本ありがとで私本当にあにペンライト複数本がとっても好きでじゃ皆さんもしてくれたら嬉しいな <laughs> 超欲張りしてくれたら嬉しいなお見送りゆっくり歩きすぎて気付いた前の,前の方々いなくなってたことあるあ,あそうなんですねもうじゃもうメンバーに なんだろうね。メンバーに、なんだろうね。一目ぼれしてたら気づいたいなかったってやつですね。すごい集中してますね。ありがとうございます。止まってなければゆっくりでも怒られない。あ、そうなんですね。すごい。やっぱり推しは最後まで眺めておきたいですもんね。助かるか隈いです。よろしくお願いします。あ、すごい。なんかあれだ。 嬉しい。あの漢字にカッコついてるの嬉しいよ。<laughs> 読みがな振ってくれるの嬉しい。お見るくり固まってましたよ、ルアいろいろあすいません。あの、えなんだろうと思って、あの視力が悪くて、え誰の、誰の悪さって思って、ちょっとあの固まりました。ごめんね。いや、だって言ってくれないじゃん、どこにいるよとか。 昔お人喋ろうとして、土地のスタッフさんに剥がされていた人いました。本当ですかすごい。4本のペンライトすごいね。4本すごいいいね。ペンライト買わねば。<laughs> 嬉しいことはありがとう。こちらこそです。4本持ちすごいですね。すごいよね。結構私の印象は、夏希ちゃんファンになんか6本持ちとかいます。夏希ちゃんのファン。 方々がすごいなんか本数持ってるイメージありますねたまに知ってる漢字間違ってもボケてみんなにつきましたらコメント欄の緊張が持たれていいよね <laughs> ありがとうございますお見送りでも声は出さずに3期生みんなにしっかりしましょうあしっかりあさしますそうですね皆さんにスケッチブックでもして最高ですとかすごく皆さん書いてくださって 本当に嬉しいですなんか頑張った甲斐があるなとかああ楽しんでいただけたんだなとかそういうの思うとねもう嬉しいのではいめっちゃ嬉しいからさ6本 <laughs> お見送りでもあれあ違うあっ違うフォローありがとうございますありがとう目指す人 お見送りってみんなと目が合うから好き。ね、わかる、わかる。なんかああいうなんか感じがさ。続いてほしいなと思って、なんか普通になんか。なんだ、オフラインの時とかもさ、ああいう感じが一番良くない。みんなで列作ってさ。すごい、いいと思う。そう、とりあえずコメント欄一息つきました。ありがとうございます。あと三十分くらい。い もう今日の <laughs> 今日の感じが完全に赤青なんですね <laughs> ちょっとさ私決めたいことがありまして何ってなるじゃん決めたいこととはあのおしゃべり会の服装を決めたくて ななんかかさちちょくちょくく決まってるじゃないですか私それはすごくいいんですけどでもなんか決めないちょあき決めない決めるのとあと話す内容も決めないとあのなんか皆さんも申し込みづらいかなと思って。<laughs> えさ。 そう、なんだいってくださる方がいる、すごいってことは、結構コメントら時差あるな。<laughs> いざ見送りの時にお叱りすぎ取ったって言われて、朝する時ありました <laughs>。<laughs> 面白いな、それは。なんだでも一月十日はみこさんなんです、その次の日だね、問題は。 1>, 1月か話すことかなりいっぱいありますえ本当にありがとうなんかさ前回もさ何だろうなんか話すこと私私あなんか NGT48 の,あのイソベルアとして出会ったのはいつですかみたいなっていうのを話す内容にしてたんですけどもしなんか話す内容ないっていう方ようにね。だけどなんか <laughs> それについて話した話した人いきとりもいなくて <laughs> みんな公演とかの話してるからさそう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 だから多分その時の場合時と場合によるなと思ってそうっでも全然嬉しいなんかねなんか私が作らなくても話題を出してくださるのが超嬉しいですそれでいいんだよそうだねなんかうん 私はね本当になん何でも話したいからさファンの方の話したいことを話したいです私はメール読んだのがおしゃべり会語でした <laughs> そっかそっか みこ、ね、さんの次だよね1月14日だっけみこさんで次1月29へ <laughs> 大丈夫かなあ大丈夫でしたでも私服とかがいいよねやっぱえでもああわ <laughs>、ね、うわあもうええ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 えいええ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 え 寒いそれだけみんながベルタさんのことよく見てるってことは喜ばなきゃダメよえめっちゃ嬉しいよ嬉しいからね <laughs> オンライン電波悪いとバンさイだから刻みますあそうだよねオフラインがやっぱり一番いいよねなんか木本優菜ちゃんなんかは完売したらしいですね東京のやついいな 私も頑張らないとっていう思いました思いましたね勝手にウォーカー全身タイツかな,なんかすごいすごい芸人みたいなコーデですねうん今日はマゾン宅急便のキキのコスプレかあ、おはようございます <laughs> すみませんなんかそんなつもりはないんですけどなんか 昨日もねこのカチューシャつけてなんかこのカチューシャ気に入ったんでこのカチューシャつけましたこれ小人の時に買ったカチューシャあと小一か小人に買い,買いました暑くなければマフラーとかかわいいあいいね私服にマフラーしますえッ OK ありがとう私服にマフラーしますねメモメモ カチューシャがかわいねカチューシャがあってねもう意地悪しないで <laughs> でもねそれで私の反応見たいんでしょ実はそれで1 <laughs> 月14日だっけがみこさん1月何 29?29 29かなわからないけど <laughs> わからないけどそれが私服マフラー かいいいねもうなんかだけでかわいいマフラーがかわいいっていういっぱい着そうえー、でもね確かにでも1月には忘れてそうだねみんな何ちょかがかわいいっていう言い方 <laughs> マフィーちゃんのグッズ揃えたらあ確かにでもみんなみんな見たいかなみんなマフィーちゃん好きかなモフモフしてんのなんか画面で全然伝わらないけどこれ超モフモフなんです マフィちゃんグッズもいいねえマフィーちゃん見たい人いますか逆に装着してみてだって首首首を絞めろと <laughs> MM で,あ EM でやっえいいっえ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 っっえ おーわざーなんかすごいすごい首が首が締まるマフィーちゃんのグッズ見たいじゃああれかなちょっと持ってこっかなマフィーちゃんのグッズにしようかな首が締まってます <laughs> 首きつい <laughs> 装着しましたそれが見たかった じゃあ私今度これしようかなうマフラーもこれ <laughs> これれも一応マフラーなんですあでもこうやるとちょっと空きが出るちょっとなんかこなしてきてよグッズに囲まれた姿もかわいいってありがとうおしゃべり会決まってることに髪は,はみ出したらいいと思もうそ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 うだよねこれ髪は,はり出しちゃダメ <laughs> 私のメモ 私の前も、今日のぬいぬいは、ちょっと鼻血じゃないですか。さすがモデルさんです。ありがとうございます。じゃ、二月の。二月の、や、あの、二月の四日だっけ。こちら持ってきますね。政治連打さ、んはどんな人、すごく、あの、なんか。あの、超うぜつ歌が上手くて。で、なんか、ダンスレッスンの時、ツアーのレッスンのとか。の時は、新潟ブロックのレッスンをね、先輩と一緒にやったんですけど。 その時はなんかね私がちょっとなんかちょっとでも間違えてるとあのすぐ指摘してくださってて本当に助かるんです何か私結構自分の間違いに気づかないことが多くて <laughs> そうそうそうだからなんかねすごく優しく優しく教えてくださるんですこれはこうじゃなくてこうだよっていうに2回教えてくれるんですこうじゃなくてこうっていうそうそうそうすごく、ね、優しく教えてくださるので。 超絶嬉しいです。鼻い,いポーズして、明日が鼻いポーズして。2月4日、弟子のお誕生日だったっけえ、よく分かってたねそうなんです。2月4日、そうなんです。そう、スケボーマイトですね。そうです。スケボーもね。私も、なんかスケボー超憧れてたのでね。なんか、ツアーの時スケボー直で見れて嬉しかったです。みこは漢字で書こうよ。いや、ちょっと。 読めてきます <laughs> じゃあ2月4日はマフィーちゃんグッズねまず2月の次の日って何何次分かりますか皆さんあっ「水の水曜日のはじ配信始まった大声 <laughs> ねえ、過去こうやって書かないで、こうやって書いと大声って言いたくなるからさ、みんな行くのかな？おはようございます。本日劇場行きますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。うん、ありがとう。小声なのに小声なのに大声にしますよ。待ってちょっとなん,なんかすごい冬みたいになってるからと,とりあえず撮りますね。

三月十二日は制服ですよ。二月十一日で、ありがとう、優しい。<laughs> 優しい、ありがとう。じゃ、二月十一の次が。三月十二かな。二月十一日、何するかだよね。 みなさんなんかさあバレンタイン全員安い,い、ね、バレンタインの服着よーっとチョコレートみたいな服着よーっと最後は3月25年待ってたすからありがとう3月25日はパパの誕生日の直後です <laughs> どうでもいいねごめん 顔までちゃいなくていややだチョコレートって言ってもなんで顔までやんないといけないチョコの着ぐるみかなえありますかねチョコの着ぐるみなんかえでもなんかバレンタインにな関わること関わる服を着て私の愛を皆さんから頂きたいですねあれ頂くって思った方いると思うんですけどいただきたいですチョコみたいな泥落ち溶けてる感じです ホワイトチョコレート、ヒャ白塗りじゃないですか、どっちにしろ。<laughs> チョコの着ぐるみかなで、さあ、どうしようかね。うん。着ぐるみあるかな <laughs> でもなんか、チョコレートみたいな、あの、服着ようかな。そういう私服にしようかな。ロイシー、そこは日程助かります。です <laughs>。そうですね。ありがとうございました、ね。日程助かります。 パパの生誕祭企画ぶっこんできたら笑えるんだゃ <laughs> ルアシと会いに来てるのにルアシの家族にね家族の企画っていうねすごいすごいですねどうしよう 3月25ルアシいなくてパパさんいたらどうしよう <laughs> 大丈夫です3月25日はどうしようかねうん卒業式卒業式企画は3月12日にやるんです今の予定こんな感じ 1>, 1月14日、みこさん。1月29日、私服マフラー。2月4日、マフィーちゃんグッズ。2月11日、未定。3月12日、制服。3月,お3月25、未定です。受験お疲れ様かはいつ入るのこちらです、制服です。これは私の卒業の会です、卒業。だからみんな来てくれると嬉しい。なんか みんなお祝いしてね私高校生デビューできるかもしれないよこの日もうできてるかもしれないし見ていって見てみこさんの時はどういう話しようなんかその,あのなんか冬なんかお正月どうやって過ごしたとかお正月の過ごし方とかさなんかあと信州公演というのが多分あるっぽいのでなんか あったじゃないですか福袋に特典があったのでもしそのそれに来てくださった方はねその感想とかも聞きたいですね直で1月29日はシフカンドマフラーこれはどうしようなんかね何がいいかな何の話しようかな <laughs> 冬についてね <laughs> いやだお,お人とさこの季節について喋るとすごいねなんか いや寒いねいいや寒いよねだけど悪気がするんだけど大丈夫かな <laughs> でもさ今回からあの秒数が短いって考えるとさ話の内容考えちゃうよねさらに。で2月4日マフィーちゃんグッズはもうもうなんか2人を眺めてくださいこの2人を。 何の話しよう、うん私がどどのくらい身につけるかによるよねマフィーちゃんについてるじゃ話話せたら話しますね2月11日ね私何着ようかな3月十一日25日もさ 私の卒業企画でもいい気がするんだよね卒業企画二連ちゃんみたいなのどっちがルアシですかって切り出す「巫女ミコの日はベルシ勝手に今年の運勢を占う」って企画いくも確かにいいね <laughs> じゃあ運勢皆さんの運勢を占います

行ける日は二分喋れるときに、買い増ししておきましす。ありがとうございます。嬉しい、二分も喋れるのかな、嬉しい。二月十一日は、服、服を着るよや、チョコが入ってそうな箱とかを用意すれば、確かに。小道具用意ね。じゃあ、二月十一日は、あの、私、あの、どっちか選択制にしますね。私に愛を届けるっていう日にするか、それとも、私が。 愛をんあれん私が愛を届けるかあなたが愛を届けるかちょっと選択制にしますねじゃあちょっと小道具用意しますえっとねでもちょっとなんか赤赤とか取り入れた服がいいよね私服でもあるけど私服ボックスでいいやはい 愛を届けるか、愛を受け取るか。オッケー。じゃあシフカンドマフラーの話の内容つかないのわかんない。三月二十一日、二十五日通週。俺は大凶です。<laughs> いやその時にやりますね。その時もうルアジ大好きってなってたらね、大吉かもしれないけど。 もしかしたらもうもうすでにいないかもしれないじゃないですかそしたらまず「大凶です!」って言うかもしれない <laughs> でも今は今はね今は今小吉くらい <laughs> 小吉って言われた時のモヤモヤ感 <laughs> ごめんなんか今言ってたごめんちょうどルアーツ占い確かにルアーツ占いでいいやん チョコレートの発酵とか飾ったりするえでも後ろに飾れないんですよねおはようルアシュしかありがとうございます愛届けたえ嬉しいなんで前さルアシュないとか100個達成したよねありがとうメールで見てよ怖いけど聞いてみたい帝軍団の運勢 <laughs> え皆さんじゃあ,じゃあぜひ1月1日お越しください運勢めちゃめちゃ気になる <laughs> ぜひお越しくださいロアシの愛を語らせたら長くなるよ時間足りないよ <laughs> 本当に嬉しいんですけどありがとうございます。じゃあ三月二十五日も制服にしようかな。うん。ちょっと高校生の抱負とかをね喋りたいなって思います。 決まった。決った。みんなありがとう。恥ずかしいからバラさないです <laughs>。<laughs> 嬉しいよ。はい。1月14日みこさんの服を着ます。それはですね、内容話す内容は今年のおみくじ。まあ、今年のおみくじって言い方おかしいんですけど、私にはわかります。ごめんなさい。これルアのメモなので <laughs>、あのルアツーラー内容する予定です。あの今年の運勢は何々です。ですが。 何々をすると良くなるでしょうと言います大吉だったら褒めまくりますで1月29日は私服マフラーですこちらはですねちょっとなんか可愛い感じのあざとい系を目指したいと思います <laughs> 話す内容は決まってませんちょっと決まったらあのなんだろうねお,はあのお伝えしますそして次2月,10 2月4日はマフィーちゃんグッズです こういうね。これがマフィーちゃんなんですけど。このね、ぬいぐるみとかを持ちながら、皆さんの元へ現れたいと思います。話す内容は決まってません。あの決まり次第お伝えします。次2月11日は私服とボックスを用意します。はい、こちらはね。ああの話す内容は愛を私が愛を届けるか。あのー、あなたがそこのあなたが私に愛を届けるか。か どちらか選択制す <laughs>、はい。はボックスはですねちょっと何かバレンタインって感じの演出をしたいと思いますはいじゃあ次3月12日はですね制服ですねあと3月25日も制服ですこちらはあの,あのどっちかどっちか来てくださるのも嬉しいし全部来てくださってもいいんだからね卒業だよ私卒業 <laughs> <laughs> 卒業だからね、中学卒業。はい。話す内容は高校生の抱負とかね、なんかこういうのを憧れるんだよねとか、なんか、あの、アドバイスいただきたい。説教の日ないなって。<laughs> あの、説教だとするとこれかなこの、あの、運勢で、<laughs> 運勢で言うかもしれない。いや、こうなるから大凶なんですとか言って。<笑><笑>はい、楽しみですね。 楽しみです。ちょっと話す内容とかあとねこのこのこともね後であとで提示したいと思います。提示メールであのお知らせしたいと思いますし、ここにも貼り出そうと思いますので皆さんよろしくお願いします。みんな大好きルアさの説教ベア良かった大好きだってありがとう <laughs> 説教されていってぜひ一月十日にお越しください。<laughs> スイスイしは猫メイドとか怖くまするみたいお,お超怖い 超大声スイスイ氏はネコメイドや小悪魔みたいなのをするやつをしたい、するらしいですで私のファンの方が言ってました。見たたんだね、じゃあ。ふーん。お <laughs> はようございます。ごめんね、急に変顔を見てきてしまった方、すみません。確かに可愛いね。 ちゃんと決まったらまとめて誰か素敵な画像を作ってくれるはず。他人任,任せです,すみません。素敵な画像ってね、ちょっと変顔かもしれませんが、ちょっと素敵な画像を皆さんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。自分から圧もらいに行くの好きだな。<laughs> みんなかまちょだなーって <laughs>。嬉しいけどね。変顔うまいよ、かわいい。ああ、ありがとうございます。褒められた。変顔を逃した。<laughs> oh my god. なにしゃべるみんなとなんか話したいことがたくさんあるねうっとールててててしか。<laughs> ありがとうございます助かります 品川に行って反省してきます <laughs> そうですね品川の水み行ってきてくださいちょっと反省してきてくださいよ品 <laughs> 川見るとねなんかあれだよ気分転換になるからいいよ急すぎるけどなんだろうねすごい落ち着くからなんかねとりあえずね 何かあった時はとりあえず信濃川を眺めることがいいと思う私的には夕方がおすすめあの日没が好き今の季節の信濃川はあかん、ね、<laughs> みんなおえながら家に帰宅することになるね確かに気分転換してきますだってでも推し転換はしないねダメだよそれ推しはかわかあの推し変えて帰ってこないでください信濃川行って よく考えたら、あのスイスイ氏が可愛かったから、ちょっと気分転換で変えてみようかな。ってそういうことじゃないです。違います。あの普通に悩み事とかで信濃川見るといいと思います。今日は雨だから水汲みに行かなくて済むのは助かる。なんて今日あそうです今日はお休みにしますね。じゃあ今日はお休み。近くに信濃川ないんですが。 ぜひ劇場とかのついでにねお越しください安らぎ亭とか行くと信濃川が自然に見れますでも飲めそうには見れんじゃろう、ね、<laughs> 確かにでもねお茶お茶とお菓子のところには信濃川の水があるので沸かしたらお茶になって飲めますおはようっておはよう人力ちぃちゃんおはよう <laughs> 一没水の色が見えないからえ違うがんかねすごい綺麗なんですよねそしてねエモい曲をかけるとさらに抜群なんですね皆さんエモいって知ってますかなんか映えるみたいな感じです意味はもし「大凶」って言われたら信濃川氏に癒されに行く <laughs> で信濃川氏ってさちょっと面白いなそうですね癒されに行ってください 今日はあま雨水でゆめ、許してください。<laughs> オッケーです。信濃川で、おもらぶに目覚めたら、どうすんねんです。<laughs> それはもう説教しますね。客、客、うん、客人に、かなり失礼なものを飲ませてるんか。<laughs> ごめんねー、みんな。<laughs> でも、み、あの、定軍なんか頑張って、組んできた水とお茶を、うん。お茶とお菓子を食べてください。 あっちはあっちで水圧というものが大変そうかっこショールーム見たことないから知らんけど確かにこっちはね流圧なんですけどあっちは水圧なのでちょっと皆さんのあれですねあの眺めるだけにしておいてください危ないですので特に冬はね危ないですのでお気をつけくださいなんか近すぎてなんか赤青が見えないな今日雨が降っているから水くみサボってもえサボりダメだよ 今日も絶対絶対頑張ってねルアの皮 <laughs> ルアの皮ごめんないないつか作りたいね <laughs> 今はチルイとか流行ってるのであチルイが動かない分チルイってどういうこと客人あ客人じゃないんだね客人っていうんだね信濃川で水汲みしてる人見かけたら手い軍団ですから絶対そうですね手い軍団でしかないんですよね <laughs> 水圧をテストしないと <laughs>。 なんかみんな圧圧でかけてきてるないろいろる圧と逆陣この場合は客人のが一般的あじゃあ私一般的じゃないみたいな <laughs> やだすみませんそれではちゃんと副タイムをしたいと思いますちょここの髪の毛ボコってなってるのがちょっと気になりますけどまあまあそれはいいとしてよいしょスクシ所タイムしたいと思いますイエイ カメラロールルアーでいっぱいにしてね。可愛いルアーでいっぱいにして。つるいリラックスする、うん、落ち着く的な意味、あ、そうなんですね。 あと何だろう今のすフめっちゃ面白かったうしい <laughs> じゃあ変さあ今日の変顔チャンスの時間だしなってなんかすごいさ毎日変顔やってますみたいな感じじゃないですかパチパチいいよ1週間ありがとうございます二人チェックしてから OK 村から出ないで <laughs> めちゃめちゃカメラ目線 オッケーですか？じゃあ、今日のふむふむ行きますね。はい、ふむ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 。私はここにいるのであーるー。ありがとうございます。皆さんにたくさんのたくさんの。たくさんならスマイルをお届けします。新潟県出身中学3年生15歳のベルちゃんこといそベルアです。よろしくお願いします。<laughs> フォミナールありがとう、ね。こんな皆さん見てくださってたんですね。なんか、んかすごい嬉しい。ワールドマークがたくさんありがとうハッシュグロ、ロー、ローモラ、んん待ってあるあるル、ルオモラブってどういうことどういうことやんロアスしかありがとうございますにらみとても助かって仕方がないです。ありがとうございます。助かってます。じゃ引き続きちょっと、スクショタイム行きたいと思います。 あと何だろうねな何ポーズがいいじゃあ今日の辺がいきますね。せーの。ありがとうございました。よろしくお願いします。今殺されなぁ。ごめんはと、あと2分で悪い。ロシが一番可愛いやった。ありがとうー一番だ嬉しい。あつらぶ。<laughs> ありそうでないね。ルベニちゃんも可愛いや出た。昨日のいじり。ありがとうございます。 お,ーお,ーおーってなんかすごい反応されてるありがとう、ね、やっぱうまいなってありがとう。ルアーツが一番強いよ。待って、かっこ棒って何、ね、ちょっと待って。あ棒読みせないでください。でもこれついてるじゃないこの波の上ついてるだけで棒じゃないです。こうだったら棒だけど。一応変顔スクショしてるんだが使いようがないよね目のほぐにお使いください。 ついつい気を取られたらああルうつのせたねちょっと待ってそれ言うのアるルに圧かかるって分かってたよねえ <laughs> <ー>リリカちゃんの顔前にできるえリリカちゃんどういうか感じ分からないごめんだってここのさっきからここの癖が寝癖みたいな気になってしょうがなくてもここがもうここしか触ってない <laughs> 声だけ聞いてたけど、短縮しすぎてぎついコメントしそうになっちゃった本ほんとに嬉しいあれだよね、どっか行く準備してるんだよね。ルアツシカ、ありがとうございますじゃあもう、スクショたいスクショのリクエストないかなうんじゃ、あ仕事行ってきますてありがとうございます今日も配信楽しかった。あ、ちょっと待ってます、待って、あの、じゃあ、とりあえず、とりあえずちょっと男女の方へもやげさせていただきたいと思います。13位、古川氏。 12位、ハルポン氏十1一イチローバイボーイ氏十10位ガトランティス氏九9位ピーメガネ氏ー、8位天使のワケマイシ7位ヨチク氏ー、6位ゴリポン氏五5位アンデュー氏4位小型の大型氏三3位サバサンド氏二2位ハルゴーマルナナ氏一1位ラーマ氏ありがとうございますありがとうございます。いや、嬉しい。 髪の膨らみは手入れ隠せばよかった確かにじゃあきます手,手の手の少しタイムもできますね手じゃあそれだ皆さん今日はパーティー会ですパーティー来てね <laughs> じゃパーティー行きますねパー,ーティー <laughs> 全員パーティー <laughs> ぜひお越しくださいツイッペポーズもしよ。 ありがとう。腕はつりました。なんか、なんかごめんね。なんかごめんね。<laughs> じゃあ、それでは、皆さん、劇場にお越しくださる方、お待ちしております。はい、それではね、9時になりましたので、皆、バイバーイ今日も頑張ろうこの後は、えっと、次はね、えっと、8時から配信します。ありがとうね、バイバーイほら、ありがとうございます皆さん、ありがとう